時の経過とともに薄れゆくはず逆にあの日の場面はあれからますます鮮明さを増す So 心の遅れは理解をしていたからこそうるさいと今更だけどあんな態度しかできなくて知ってる後悔をあなたの最初で最後の言葉は俺にとって言霊だったってことだな今になってわかるからありがとうって届くかな